コイル臭い逃げをこうやろうとしたんですけど、みんなこんにちは。科学のお姉さんこと五十嵐美希です。さあ皆さん、これ覚えてますか？これぐるぐる巻いたもの、これコイルと言いましたね。そしてこのコイルに電気が流れるとどうなるんでしたっけ？さあ覚えてないよという人は動画をちょっとね復習をしてから見てください。じゃん、はい覚えてない君のためにもう一回実験するよ。はい、電気今流れてます。そうするとなんとクリップがくっついて磁石になるんです。ちょっと詳しい解説は前の動画でしてますので、そちらをご覧いただければと思います。そして今日はですね、このコイル、電気、磁石の性質を生かしたおもちゃを紹介したいと思います。自由研究でちょっと気になるものがあれば作ってみてください。それではレッツサイエンス。なんか映ってるツーテイク目。さあ今日使うものはこちらです今日は3つのおもちゃをご紹介しようかなと思うんですけれども、基本的にどれも使うものは同じです。そして全部100円ショップで手に入るものなので、まあ、なんとこれ自由研究だとしても300円でできちゃうということになります。さあ何を使うかご紹介していきましょう。まずはじゃん、導線です。ちょっとこれはたくさん私使いたかったのでホームセンターで買ったんですけれども、100円ショップでも手に入れることができます。でこれはエナメル線じゃなくて、まあ銅線だと、まあ、うまくいきます。そしてじゃん、まあ、電池ですね。今から作るおもちゃって結構私も何回も失敗したりとか結構難しいなっていう人も、まあ、多いのではないかなというふうに思います。そして実際に1回実験してできなかったからこの動画にたどり着いてる人もいるのではないかと思います。はい、ちょっと選び方をご紹介したいと思います。これはですね、まあ電池なんですけれども磁石にくっつく電池にしてください。こんな感じでくっつきます。最後に作るやつはちょっと軽めの電池の方がいいのかなということで、まあ、軽くするために今回は単語の電池を使っています。これも100円ショップで売ってます。続いてじゃん、超強力マグネットということで、まあ、これネオジム磁石ですかね。これも100円ショップで売ってます。まあ、磁石はこの電池よりもちょっと一回り大きめのもの、大きさのものにしてください。こういう風に、ね、下見合わせた時に、まあ、一回り大きめのものにしてください。はい まずは一つ目使うものはこちらです。さっきと一緒やん導線をですね、まずこのような、形にします。でポイントとしては、まあ、左右対称でこういうふうに、まあ、真ん中にちょっと軸となるようなところがあるといいかなと思います。私はハートマークにしてみました。どうですか？さあそしてはい、ここにネオジム磁石があります。でこのネオジム磁石はすごく強い磁石になっていて、こうくっつける時とかにですね、まあ、指挟みやすかったりするので気をつけて取り扱ってください。ではこのネオジム磁石の上に電池をこのマイナスを下にして、はい、このようにくっつけます。そしたらこの電池の真ん中のところに導線の軸となるところを置きます。
そうすると、おー回りましたね。私何もやってないですよ。ふーとかやってないのにしっかりと回っています。なんか乱れてますね。まるで私のハートのよう。落ちた。砕け散ったんですけど。で今ここの動線のところに今電気が流れているんですけれども、これはショートした状態なので、まあ、やっていくうちにですね動線が熱くなってきます。なので長い時間はやらないように気をつけてください。止まった止まったなんで さあ形を変えるとこんな風にもできます。ぜひ皆さんいろんな形で試してみてください。続いて2つ目使うものはこちら。さっきと同じ。今度はですね、まあ、ちょっと動線の形が変わっていますよね、まあ、このように2つ、まあ、引っ掛けるような土台を作って真ん中にこんなぐるぐると巻いたものが、こんな形のものがあります。そしてこのように引っ掛けられるようにします。そして電池を固定するために両面テープを貼っています。では両面テープを使ってここに固定をしていきます。こんな感じで、ここをくっつけます。ネオジム磁石をこの上に乗せます。半分の面だけ塗ります。で乗せます。くっつけるなるのでゴムで固定してます。これも熱くなるのであまり長時間はやらないようにしてください。そしてまあポイントとしては半分だけ絶縁の状態、まあ、電気が流れない状態にするために油性ペンで塗ったこととか、まあ、結構電池が新しいものとかですとわーっと暴れてなんか飛び出しちゃったりとかするんですけれども、まあ、ガタガタしないように、まあ、土台みたいなところをしっかりとこうペンチで丸めたりするとよりはみ出ずにずっと回り続けるかなと思います。続いて3つ目用意するものはこちら。さっきと一緒だけどちょっとこの導線の形が違いますね。このようにぐる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 っとなんか長く巻いてあります。どういう風に巻いたかというと、私はこのような棒を使ってそれに沿ってぐる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 と巻きました。このコイルの巻く大きさはこのような感じでネオジム磁石よりも一回り大きい大きさでコイルを作ってください。続いて電池に磁石をくっつけます。電池の両端に磁石をくっつけるんですが、この時向きがありますので注意してください。今分かりやすいようにまあ、ちょっと星マーク貼って NN って書いてありますけれども、このように反発する方ということは同じ極をこういうふうに向かい合うようにして磁石にくっつけます。今なので N が N 極が外側、そしてこっちも N 極が外側になるようにくっつけてください。こういうことですね。はい、そしたらさあこのコイルの中に入れてみたいと思います。いきます。逆かこっちかな。
出てきた。電車みたいに走りました。おーおーおー、おかえり。カーブもちょっとやってみたりしちゃったりして、ずっと回り続けますね。まあこれもあまり長時間やりすぎると熱くなったりするので、ちょっとねこれぐらいで楽しめればなと思います。さあ今このように走らせることができました。まあこれだけでもねもうだいぶ面白いんですけれども、まあ、例えば自由研究とかだと、まあ、磁石を増やしたらどうなるのかとか、電池を比べてみるとか、あとはまあコイルをギュッとした方がいいのか、ちょっと、ね、開いた方がいいのかとかね、ちょっとその辺もいろいろと研究をしてみると面白いと思います。あとコースをねいろいろ変えて、まあ、オリジナルのコースで楽しむということもできるかなというふうに思います。今日紹介した3つのおもちゃは元となる原理は同じです。ぜひ気になるものがあれば試してみてください。まあちょっとねコツが必要だったりもするんですけれども、そういうところも含めて楽しんでいただければと思います。はい、長時間行いますと、まあ、だんだん熱くなってきてしまいますので、まあ、短い時間で実験をしてください。この動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。